ちは。こんにちは。いつも YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。てるる歌の木工房の宝のり子、宝てるゆきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は完成したばかりの2台のアヤハブル39弦を皆さんにご紹介したいと思います。まずこちらが伊豆の木の楽器です。伊豆の木はどんな木ですか？そうですね、すごい目が細かくて加工はまあしやすいんですが、音がすごい独特のいい音がするんですよね。それで伊豆の木で楽器を作るようになったんですけど、沖縄の楽器でもう一つ使ってるものは三線のチーガーと呼ばれる胴の部分です。今回の伊豆の木はすごい木目も綺麗で、大胆なこの黒いこの模様も入っていて、こういう木はちょっと伊豆の木には珍しいんですけど、音も良くて作って良かったなと感じています。もう一台はシイの木です。このシイの木はどんな木ですか？そうですね、シイの木は沖縄のヤンバルといわれる北部の森の中の樹種の約 70% はシイの木だと言われています。このシイの木は特に大きな木だったので、直径が約70センチから80センチぐらいの大きな木だったんですけど、大きな木になるとこういう丸肉っていうか、ちょっとこうトラメ模様というか、そういう木が入ってきます。難点もちょっと加工がしづらいっていうことなんですけど、それでもそれを上回るすごい美しさがあるので、一生懸命磨いて楽器に仕上げました。音で言うと、まあ、伊豆の木が月光のようなって言いましょうか、女の子みたいな木、音、まあ、イメージと言いますか、それに比べるとシイの木はやんちゃな男の子、ちょっと陽気な、そんな感じのイメージなんですが、皆さんはどういうふうに聞こえるでしょうか。どうぞお聞きください。まず伊豆の木から。こちらは伊豆の木です。伊豆の木でした。こちらはシイの木です。お聞きください。
ちらは椎の木でした。最後までご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。